縛ってくれるな。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、朝倉選手の朝倉選手の1000万企画、はい、いやー、もう私、うん、まあ、ご存知の通り、うん、大ファンなんで、ミクリンファンだからね。チケット買っちゃいました俺は見てなかったんだけどさ、3600円ぐらいなんですよね、ペーパービューのチケット。結構高いんだよ。結構するんですよ。だから迷ったんですけど、うん、我慢できなくても確かに買おうっていうことで、ライブ見させていただいたんですけど、まあ、ヒロミさんもちょっとね、ファンの方からいろいろ送られてきて、うん、動画だったり見て、うん、まあ、いろいろ状況知ってると思うんですけど、あ、ちょっと待って、4人出るはずだったでしょ。あ、そうです、そうです、そうか、そっか。なんで3人になっちゃったの？4人目が、元勝手の田中浩二さん。あ、そうそうそう、今 YouTube やられてるんですけど、なんか練習の時に肋骨折ったかなんかで、あー、怪我だね。で、ちょっと当日辞退させていただくっていうことだったらしい。 YouTube やってんだ、彼。YouTube チャンネルやってますね。なるほどね。うん、で、まあ怪我で辞退されたっていうことで、それで3人になったのね。そうですね。で、1人目の久保田さんっていう、入れ墨びっちり入ってるお兄さんが1人目で1回戦ってたんですけど、うん、結果的に言うと14秒でしたね。もう秒殺、瞬殺だ。そうですね。その久保田さんのなんか切り抜きかなんか見ました？あ、見てない。そこ、それ見てないんだよ。なんか、ってか全体像わかります？あの試合というか、あれのなんかわかるよ。なんか会場の外みたいなところでやってたでしょ。いろんな、一応なんかセットがあって、お祭りとか、そう、ね、お祭りか。で、あとコンビニ行って、そうね、そうそうそう。で、一応久保田さんがお祭り会場のところにいたんですね、屋外の、うん、で、こう二人が対峙して、で、久保田さんがまず近くにあった木のなんかベンチみたいなのを持ち上げてぶん投げたんですよ、うん、でそれをシュッてかわして、うん、朝倉選手にガーンってやられてしまったっていう、まあ、一瞬、あ、もう一瞬で終わった。めっちゃ一瞬でしたね、13秒ぐらい。へえ。で、一応久保田さんが鼻が折れてしまったらしいです、うんうん、骨折。なるほど。ですね。で、2人目が後藤祐樹さん。ああ、祐樹くんね。いや、でもすごかったですけどね。なんか後藤祐樹くんのやつで、まあ、はいはい、さっきちょっと見たのちゃんと見たんだけど、はい、それまで見てなくて、はい、で、ファンの人からメッセージとかで、はい、後藤祐樹くんすごい一番粘りましたよとか、うん、一番、そうですね、根性ありましたとか、うん、すげえ来たから気になってたんだけど、はいはい、やっとさっき見れて、はい、なんかコンビニでしょ。コンビニのセットですね、一応ね。で、後藤祐樹さんが45秒耐えたと、うん、おお。一応朝倉選手は全員30秒、まあ、20秒以内に倒すって宣言をされてたじゃないですか、大丈夫。で、なんか頭突きしようとしてるシーンはありましたね、やっぱり。あ、やっぱそのヒロミさんの教えというか、うん、こうやってみようと思って多分やってくださったのかなっていう感じだったんですけど、まあ、まず俺も言ったけど、はいはい、くっつかないときついと思ってるから、うん、距離取られると格闘技になっちゃって、はい、相手 の、 そうですよ、ね、距離感じゃん、うん、くっついて揉み合いとか、はいはい、なんかこうわちゃわちゃ ならないと勝機はないと思ってたから、うんうん、まあでもなかなかね。そうですね。それをじゃ実行できるかって言ったらなかなか厳しいから、まあそううまくはいかないのは分かってたけど、でも一応この3人の挑戦者の中だと、うん、後藤祐樹さんが一番長かったみたいですね。45秒。おー、まあでもそう、うん、うん、でもいい線じゃない。なんか結構すごかったですよ、なんかあの首もたれてっていうか、こうなんか、なんていうんですか、バックドロップみたいな。そうそう、なんかね、投げられてた、はい、正式名称わかんないですけど、なんかそれされて倒れちゃった後に、まあこう思いっきり蹴られそうになったの、それもシュッて避けてたんですよ。で、なんか最終的に後藤さんの頭が朝倉選手の膝に入ったかなんかで、うん、半月板がなんか損傷しちゃったらしいんですよ、後藤さんの。その頭突きなのか、たまたま入ったかちょっとわからないですけど。あ、朝倉選手。結構膝やられると痛いからね。だから唯一怪我を負わせたのが後藤さんだったっていう。よかったね。まあ、よかったって、負けちゃったからあれなんだけど、なんか頑張ってほしかったからね、やっぱり俺も関わった以上。そうですよね。で、なんかお父さん多分最後キックな、サッカーボールキック、サッカーボールキックされちゃって、うん、目のここのとこ、涙袋のとこパックリ切れて血出ちゃってたんですけど、それでストップ。それでもう、そうですね、多分最後ストップ、うん、で45秒。でも40、普通の喧嘩なんてさ、街の喧嘩もさ、うん、
んな1分2分で終わるようなもんだから、うん、45秒もそこそこ良かったんじゃないの、うん、本当にだってワンパンで終われば本当に2秒ぐらいで終わるわけじゃん。そうですよね。だからちょっとこう対抗はできたんじゃないの多少はね、うん、なんかこれでもネットの記事で見たんでちょっと本当かわからないんですけど、うん、後藤さんなんか歯が8本折れちゃったみたいなニュースになって、まあそこまで本当に本数折れたのかちょっとわからないですけど、うん、でここも切れちゃってるっていうので、なんかまあ多分、うん、あと眼底骨折しちゃったのかな確か。あだから結構怪我しちゃってる、ね、まあ、やっぱプロの方相手ってなるとまあね、まあしょうがないですけどね、うん、でもすごかったですよやっぱ、うん、ちょっとうおすげえって思いました見てるときに。で最後がモハンドラゴンさん、格闘家なんだっけ、現役チャンピオンかなんか。あ、そうなんだ。そうですね、何の団体か忘れちゃったんですけど、で一応その方が、37秒、で、まあ、この2人は多分でも格闘家同士の方じゃないですか、うん、だからなんか喧嘩っていうか何ですかね、でも試合っぽかったように見えちゃったんですけど素人的に見ると、うん、でも最後失神しちゃったみたいな感じで多分、終わったんですかね、うん、で一番見応えあったなと思ったのはやっぱ後藤さんですかね。あすごいね、なんか俺気持ちが優しい子だから、うん、あんまり ガツガツいけないかと思ったけど、うん、でも頑張ってくれたよね。でもなんか結構そのコメント欄とかにも、うん、まあ、こっちの YouTube チャンネルのコメント欄とかにも、うん、ごまきの弟なんかなんか一番見応えねえだろとか、うん、どうせ射殺されるんだろうとか書かれてたから、まあなんか私お会いしてないですし、うん、別にヒロミさんもちょっとしか関わってないかもしれないけど、うん、なんかやっぱ一応こっちは応援してる側だから悔しかったですけど、うん、でも結果一番頑張った、結果一番すごかったっていうのがちょっと感動しちゃいましたね。確かにね、ちょっと感動するよな。だからまあ挑戦者の方も2人怪我されちゃいましたけど、うん、朝倉選手も怪我とリスクを負ってやったっていうことで、そうだね、まあ、ちょっと朝倉選手も今なんか批判、炎上までいかないですけどちょっと批判されちゃったりしてますけど、うん、なんで死人が出たらてめえどうする気だったんだみたいなコメントがやっぱあって、でもそれがやっぱりそれでも、うん、朝倉選手に言われても朝倉選手ってさ、うん、そういう企画なわけじゃん。そうですね、しかもやっぱり朝倉選手も自分自身おっしゃってましたけど、うん、あくまで向こうからやりたいって来てるわけじゃないですか、うん、ね、それは誓約書も書いてるしね。そうですね、それは別に朝倉選手を批判するのは違うんじゃないかなっていうね。でまあ企画も別にちゃんとやっぱり安全を考えての、うんうん、そうですよね、やってるはずだから、本物の路上でさなんか今言ったようにさ、まあ、ちゃんとマットも引いてとかさ、はいはい、ちゃんと配慮してるわけじゃん。だから別にあの企画自体を批判することも別によくわかんないけど、だからそのマットがあったってむしろ面白かったんじゃないの、うん、リングで普通にカーンで用意どんでやるよりは、そういういろんなシチュエーション作って、うん、そうそうそう、だから結局そういう何ていうんですか、裏側っていうか、うん、ま、実はマットも引いてあったし、うん、あの椅子とか陳列されてたその商品の箱とか、うん、ああいうのも全部発泡スチロールなんですよっていう説明をしなきゃいけなくなっちゃった朝倉選手もちょっとかわいそうだなと思って、なんかやっぱエンタメだから、そんなやぶな説明しなきゃいけなかったですよね。だそういう批判がなければそんなこと別に言わなくてもよかったでしょうし、なんかつまんなくなっちゃうじゃないですか、ね、やっぱエンタメでやってんのに、ね、そんなことまで説明しなきゃいけないんだと思って、かわいそうとかちょっと不憫だなと思いましたけど、ね、ネクリンファンとしてはなおさらね、ふざけんじゃねえよと思いましたけど、ね、何言っちゃってんのみたいな。あとでちょっともう一回、もう一回っていうかちゃんと見せてもらいたいけど、ね、なんだかんだ控室の様子とか流れてんのから合計して、うん、多分 2,3 時間私見てたと思うんですけど、それ最後までなかなか朝倉選手が映らないっていう、やっぱその出場者の方にこうカメラが回っていく、かっこよかったですよ、コーンローで登場して、うわかっけーみたいな、キモいじゃん。まあちょっと皆さん、お疲れ様でしたっていう感じで、本当そうだね、まあ、後藤由紀さんもちょっと今怪我されてるっていうことで、うん、まあ、ちょっとしばらくは安静にしていただいて、まあ、もし怪我が治ってちょっと、うん、今多分今後忙しいと思うんで、そうだよね、ちょっと落ち着いたらなんか、うん、
動画とか出ていただけたら嬉しいなって。あ、そうだね、なんかね、コラボでもできたら嬉しいですよね、うん、まあちょっとしばらくはそうですね、ゆっくりしていただいて、うん、お疲れ様でした。そうですね、そんな感じかな。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。